ました。津田みなみのラジオモモキュン騒動、今夜の冒険もおしまいの時間になってしまいました。そして次回第10回そして第11回の放送にはゲストにスメラギ天女役の浅野真澄さんがいらっしゃいます、はい、こちらもぜひお楽しみに。ということで、第9回目の放送いかがでしたでしょうか。おーい、はい、ルミちゃんには2週にわたってね、うん、付き合っていただいたわけですが、はい、はい、いやすごい面白かった。あ、よかった。いろいろ話もできたし、懐かしいものとかもねこれね、これすごい楽しいね やばいね。よかったね。ハマっちゃったよこれ。なんかね、毎回このコーナー案外ゲストさんに喜んでもらって、うん、すごいなんかゲストに合った、うん、おもちゃが出てくるらしく。本当これ私合ってる？合ってます。あ、楽しい楽しいよ。やばい、ちょっとこれ後で写真撮ってもらおうね。写真撮ってもらおう。ね、でもこれ私にとってはいい武器が手に入ったなこれ。あ、あかん、ボケたら突っ込まれるで。うん、そう、これでね。そこで玉ねぎやろうっつって。どうボケたんだ今のっつって。ツッコミいい武器手に入る。ありがとうございます。はい。はい。それではね、今週はこの辺でお別れしたいと思います。はい。相手はテレビアニメ、モモキュン騒動鬼姫役の津田みなみと、そしてゲストの、天女対マロン役の大久保ルミでした。バイバーイ。この番組は、きびだんごプロジェクトの提供でお送りいたしました。